よろしくお願いいたします。お願いします。県大会振り返ってみていかがでしょうか。はい、今年はですね、インターハイで、当たったチームと同じチームがあのウィンターカップの決勝で、当たったんですけれども、第4ピリオドまでですね、負けた状態だったんですが、まあ、最後延長の末、逆転で勝利することができたんですけれども、まあ、選手が最後まで、我慢して、諦めずに戦った成果かなと思います。勝ち切った強さの秘訣、教えてください。はい、まあ、日頃の練習の成果が大きいかなと思うんですけれども、まあ、元々ちょっとスタートが今年のチームはあまり、まあ、後半勝負の部分が大きかったんですけれども、その後半まで、まあ、頑張れたっていうのは日頃の練習をコツコツやってきたものかなと思います。今年のチームの特徴いかがでしょうか。はい、まあ、長身者が例年に比べて多いんですけれども、点数を取る選手っていうのが偏ってないところが今年の特徴かなと思います。スタートで出る選手もそうですし、交代で出るメンバーもそうなんですが、得点力が全員高いっていうところが特徴かと思います。2年生から見た今年のチームいかがですか。はい、3年生が少なく、学年に関わらず意見が言い合え、プレーの面では高さがあるのでリバウンドを何度も粘り強く取れるところです。ご自分の売りってどこでしょうか。はい、プレー中やコートの外から盛り上げたり声を出したりすることです。練習中意識していることとかってありますか。はい、声を出しながらディフェンスを厳しくすることを1年間ずっと力を入れてきました。指揮指導される上で大切にしていることを教えてください。はい、私自身アシスタントコーチでやらせていただいているので、まずは本当に監督が言っていることっていうのを選手にきちんと伝えるっていうことがを一番に考えています。あとは自主性をですね重んじてやってますので、選手が自ら考えて、まあ、練習できるようにっていうことを意識してやっています。川崎さん、まあ、先輩も後輩もいる今年の、まあ、2年生という中でですね、今年1年いかがだったでしょうか。2年生として1年生に目を配りながら3年生の背中を追いかけて気持ちを緩めないように過ごしていました。じゃあまたここまで、まあ、初戦の相手、印象を教えてください。はい、初戦の相手はですね、まあ、練習試合も何度かやらせていただいているチームですので、まあ、お互いに手の内を知っている相手とやりますので、まあ、初戦から力を入れて、頑張っていきたいと思います。去年に引き続いての全国出場ということで、何かその違いとかってあったりしますか。はい、昨年は初めての全国大会で気持ちが高ぶることがあったのですが、今年はインターハイの経験もあるので少し余裕を持って練習などに取り組めています。じゃあ最後、全国への目標意気込みを教えてください。はい、まあ、2回戦で、まあ、インターハイ初戦で、うん、敗戦した相手と対戦しますので、まあ、そこに打ち勝ってですね、全国ベスト8を目指して、やっていきたいと思います。はい、大好きな先生方や先輩方と夢見てきた全国ベスト8を叶えられるよう、一戦一戦全力でチーム一体となって勝てるよう頑張ります。頑張ります。